戦国、毒を盛る女たち、津軽家のマテ姫、伊達家の義姫ほか。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は戦国、毒を盛る女たちについて紹介していこうと思います。戦国動乱の世、命を懸けて戦っていたのは男だけではありません。女性も命がけで子を産み育て、時には自ら槍を持って戦い城を守りました。中には毒殺という手段でもって敵を消し、あるいは家を守ろうとした女性も。今回は我が子に一服持った女性たちの毒殺事件のお話です。毒殺というと毒矢などもありますが、やっぱりイメージするのはサスペンスドラマのあの場面ではないでしょうか。そう、お茶やお酒を飲んだと思ったら突然うーと首をかきむしりながらもだえ死ぬというあの場面です。毒殺という手法は紀元前の昔から古今東西において使われてきました。戦いが多かった戦国時代でも毒殺による死が噂された人物は蒲生氏郷、加藤清正など数知れず。そして毒殺に手を染めた女性たちもいました。しかもその中にはなんと我が子に一服持った女性も。ひえー、鬼母と言いたいところですが、そこには悲しくもたくましく生き抜いた戦国女性たちのドラマがあったのです。なぜ彼女たちは我が子に毒を盛ったのか、さらにその真相とは何だったのか。津軽家のマテ姫と伊達家の義姫を中心にしたお話です。福島家から津軽家へ、徳川家康の養女マテ姫。最初に紹介するのは戦国から江戸初期にかけて生きたマテ姫。彼女は家康の威風帝松平康元の娘、つまり家康の姪にあたります。彼女の2度の結婚生活がとんでもない不幸を生むことになりました。1599年、マテ姫は最初家康の養女として福島正則の養子正幸に嫁ぎます。まだ関ヶ原合戦前で、豊臣恩子の大名である正則を取り込もうとする家康の政略ですが、二人は幸せに暮らしていました。ところがメロドラマのような悲劇が起きてしまいます。マテ姫が結婚した前後、正則に実子が誕生したのです。養子に迎えた途端実子ができるのはよくあるパターン。それに似たこの展開、もう不幸へまっしぐらです。正則は実子に後を継がせたいが、家康の養女を妻にしている正幸を追い出せません。そのうちマテ姫が男の子を出産します。正則は悶々とし、正幸はそんな養父の気持ちを知り生活が荒れるという悪循環。すると正則はそれを理由に家康に願い出て正幸を幽閉し、1607年に正幸は亡くなりました。舅に夫を殺されるという地獄を見た末に、マテ姫は子供を連れて実家に帰ります。一説によると正則はマテ姫を戻したくないため、正幸の死後14歳の正勝の妻にしたとも。10歳年上の姉さん女房でしたが、家康に連れ戻されたと言われています。福島家にとってもマテ姫にとってもまさに呪われた結婚だったようです。シングルマザーとなったマテ姫に再婚話が持ち上がります。相手は津軽弘前藩主の津軽信平。津軽を徳川家に引き入れて奥州の抑えにする政略結婚ですが、実は能の催しで信平の姿を見て気に入ったマテ姫が望んだとも言われています。今度こそは幸せにと正幸の忘れがたみを連れて再婚したマテ姫でしたが、最初から暗雲が立ち込めます。信平にはすでに愛する妻の達子がいました。しかも達子は関ヶ原合戦で敗れた石田三成の娘。そこへ家康の養女が入るのですから、まさにバッチバチの女の関ヶ原勃発です。結局は達子が側室に降格され、
マテ姫が嫁ぎました。この時マテ姫が強く嫉妬した、あるいは周囲が忖度したためか、タツコは津軽家の飛び地の群馬県大館に移されています。信平は江戸と往復する際にはタツコの元を訪れ、信義という子供が生まれました。面白くない状況ですが、マテ姫は今度こそは呪われた結婚にしたくないと、家康の養女という立場を利用して津軽家のために頑張ります。一時津軽家は国替えを命じられますが、中止になったのは彼女の尽力があったからとも言われています。また辰子が信義を残して亡くなると、マテ姫は信義を手元に引き取り育て上げました。連れ子の直秀も津軽藩家老の大道寺家に養子に行って、やれやれ一安心と思いきや、その直秀がとんでもないことをしでかすのです。もともと津軽家中にも三成の娘を母に持つ信義では幕府に印象が悪いと考え、家康の義理の孫である直秀を津軽家の跡目に押す動きがありました。結局信義が後継者になりましたが、面白くないのは直秀、家康の孫である自分がこのまま津軽家の家老だなんてありえないと思ったのでしょう。自分のルーツである福島家が改易になったこともあり、福島家最高の活動を始めます。マテ姫はとんでもないと何度も息子をいさめましたが、聞く耳を持ちません。ついに直秀は江戸に行って幕府に再興を訴えると言い出します。津軽家にまで災いが及ぶかもしれない。息子を選ぶか津軽家を選ぶか、まさに究極の二者択一を迫られたマテ姫は苦悩します。心を決めたマテ姫は直秀の江戸行きを許しました。そして直秀は江戸に旅立つ朝、母の元を訪れます。マテ姫は息子に別れの杯を与えました。一気に飲み干す直秀、次の瞬間直秀は倒れ込みます。急に大病となりて即死いたせしとなりと記されています。マテ姫が選んだのは津軽家でした。津軽家家臣を守るため、マテ姫は気丈にも息子に毒を盛り、鬼母になったのでした。伊達政宗の母義姫、同じ東北では伊達政宗の母の毒殺未遂事件がよく知られています。伊達政宗は家督を相続してわずか数年で奥州を制覇した優勝です。しかしそんな政宗に悲しい歴史がありました。なんと父を目の前で殺され、自分は母に殺されかけるという散々な過去があったのです。政宗は出羽の国米沢城主伊達輝宗と正室義姫との間の嫡男として生まれました。母の義姫は出羽の国山形城主最上義盛の娘です。この義姫はかなり気の強い女性で、1588年の大崎合戦では政宗と実家の最上大崎氏が争うと、両軍の間に腰で割って入り、争うなら私を切ってからにしてと停戦に持ち込んだ鬼姫です。これだけ気性が激しいためか、好き嫌いもはっきりしていたのでしょう。義姫は天然痘にかかり、右目を失明してひねた性格になった政宗を好まず、次男の小次郎を溺愛、一時は小次郎を跡目に押したほどでした。輝宗は政宗に家督を譲りますが、その翌年輝宗は二本松市に拉致されて殺されました。ここから母と子の愛憎がますますもつれていきます。義姫は政宗が父を見殺しにしたのではと不信感を抱きます。家督を継いだ政宗が最上氏や親戚の家を次々攻めるのも気に入りません。しかも豊臣秀吉が視線を禁じたにもかかわらず、政宗は無視して会津を攻めました。このままでは伊達家が滅ぼされる、危機を感じた義姫は兄に相談します。兄の義満も
このできる政宗を排除したいと考え、義姫にある決断を促しました。そして政宗が小田原参陣の秀吉に挨拶に出向くことを決め、その前に義姫のもとを訪れた時のこと。そこで出された膳を食べた政宗は腹痛を起こし、解毒剤を飲んで一命を取り留めます。母に毒を盛られたと知った政宗はどう思ったのでしょうか。母を罰する代わりに弟の小次郎を首謀者として討ち取りました。なんと母と息子の愛憎劇は、母が息子殺しに失敗した挙句、兄弟同士の殺し合いという悲劇へと発展したのです。事件から4年後、義姫は突然出奔して実家の最上家へ駆け込みます。4年前の事件のせいではと思われたのも当然ですよね。小次郎が死ぬという最悪の結末に義姫の嘆きが聞こえてきそうですが、この毒殺を否定する説もあります。というのも、毒殺事件の後も義姫と政宗はマザコンと息子を溺愛する母のような愛情細やかなやり取りを行っているからです。政宗が不穏の動きがある小次郎一派を粛清した中で、毒殺事件という尾ひれがついたのかもしれませんね。あの母ならそんなことをやりかねないという気丈な性格が災いをしたのでしょう。なお、後に政宗は最上家が滅亡すると母を引き取っています。その他、徳姫。義姫の毒殺は濡れ衣の疑いがありますが、明らかに濡れ衣を着せられて気の毒なのが家康の娘徳姫。彼女はバツイチで姫路52万石の池田輝政のもとに嫁ぎ、5人の息子を設けます。ところが夫の死後、繊細の子利高が家督を継ぐことに。我が子に継がせたい徳姫は毒まんじゅうで利高を殺そうとします。それを知った忠次がなんと自らそのまんじゅうを奪い取って食べて死んでしまうのです。息子の行動を見て我が身を恥じた徳姫もそのまんじゅうを食べて死んだという、なんとも悲しいお話です。これが事実だとしたら、そら恐ろしい事件ですが、これは徳姫、忠次、利高が1年以内に立て続けに死んだため囁かれた噂に過ぎなかったようなので、ご安心を。開始。最後に、母が子をではなく孫娘が祖父を毒殺するという事件も。肥後の国、熊本県に甲斐早雲という武将がいました。この早雲は優れた武将の上、主君阿蘇氏への正義が半端ではありません。主君を裏切った息子を3人も討ち果たすという、誰もが家来に持ちたい鉄のような忠誠心を持つ武将。ついには大事な嫡男でさえ殺してしまおうとします。さすがに嫡男を許したものの、これがとんでもない事件に。孫娘、長男の娘が出してくれたお茶を飲んだ早雲、なんと毒死してしまうのです。この毒殺を命じたのは孫娘の母、つまり長男の嫁。この嫁の父も早雲に殺されていた上、夫も舅に殺されてしまうと危機感を感じた果ての凶行だったとか。娘に手を下させるとはひどい母親ですが、嫁は早雲を恨まないという制止を出していたため、娘に実行させたようです。いかがでしたでしょうか。母が息子を毒殺する悲劇、あまり気持ちのいいものではありませんよね。でも、マテ姫も義姫も息子を犠牲にしてでも必死に家を守ろうとしました。早雲の嫁もやられる前にやるしかありませんでした。お姫様は自分だけじゃない、家臣や一族を守らなければいけません。サバイバルを生き抜くために、時には非情にならざるを得なかった女性たちの悲しみが伝わってきます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。
もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。